近年、大きな注目を集めている F-35C ステルス戦闘機が、ついに、日本に配備決定との情報をキャッチしました。今回は、そんな世界でも類を見ない F-35C ステルス戦闘機が、日本へ、配備を詳しく見ていきますね。ジョージ・ワシントン原子力空母が日本へ再配備されることから、F-35C ステルス戦闘機の配備が決定しました。それに、日本は、馬毛島への基地化工事も進んでいて、アメリカの思惑も整いつつあるんでしょうね。三菱でも整備計画も整って完璧です。世界で唯一の光景。日本の神奈川県の横須賀基地に配備されているアメリカ海軍の大型原子力航空母艦は、2015年10月ら今年2024年の5月まで、ミニッツ級の9番艦であるロナルド・レーガンが長きにわたってその座を務めてきた。そのロナルド・レーガンは昨年2023年春には改修工事のため日本を離れることがアメリカ海軍側からアナウンスされており、実際に今年2024年5月16日にこの予定通りに横須賀を後にしている。ではここで空いたロナルド・レーガンの後任となる艦艇はといえば、同じニミッツ級の6番艦のジョージ・ワシントンとなることがアメリカ海軍側から公表されており、その時期は現時点では2024年中と言われている。実は、ジョージ・ワシントンは2008年9月から2015年5月まで横須賀基地に配備されていた実績を持つ艦艇で、ロナルド・レーガンの前任を務めていたといえ、再び日本へと戻ってくる形である。何にせよ甚だ個人的ではあるが、私のような日本に住まう普通の姿勢の日本人からしてみれば、この2024年5月から年末までの期間、横須賀を母港とするアメリカ海軍の大型原子力航空母艦が不在となる状態には不安しか感じられない。そのため、今年2024年中としか、アメリカ海軍側から現時点では発表されてはいないジョージ・ワシントンの配備であるが、一日でも早い到着と着任を願わずにはいられないというのが、偽らざる心境だ。さて、今年2024年中には日本へと戻ってくる予定のジョージ・ワシントンであるが、前回2015年5月に横須賀を離れて以降は、同年7月に実施されたオーストラリアとの大規模合同軍事演習への参加を行った。これは、アメリカとオーストラリアが2005年から各年で実施している合同軍事演習タスマニン・セーバーであり、その6回目にあたるもので、延べ17日間に及んだが、これを終えた後、アメリカ本国へと向かった。その後、ジョージ・ワシントンは、翌年の2016年10月に、カリブ海のハイチ共和国で発生したハリケーン被害の救助に急遽差し向けられ、両艦の病院船コンフォート、ドック型輸送揚陸艦メサベルデラと、その任に従事した。そして、その翌年の2017年9月に、ジョージ・ワシントンは、IHH ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社の造船所に入り、大規模な修理及び一部装備の近代化改修の実施が開始された。IHH ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦の設計から始まり、実際の建造、そして核燃料棒の交換を実施可能な同国でも、ただ一つの造船企業である。この IHH ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、アメリカ海軍における原子力潜水艦の建造も、ジェネラルダイナミクス・エレクトリック・ボート社と共に2社で担っており、害の効かない重要企業と言ってよいだろう。ジョージ・ワシントンはここで、核燃料棒の交換を含む大規模メンテナンスを受け、同時にシステム面でも搭載する、カネス、艦内ネットワークシステム、レーダー設備等の近代化が行われている。これらに加え兵装面でも、ラムや ESSM や機関砲、そして追魚雷に向けた防御装備の刷新が行われ、また、艦載機として、最新鋭の F-35 ライトニング2C 型を運用可能とするための改修工事も並行して実施された。この2024年7月15日に、アメリカ海軍側は、VFA-147 第147戦闘攻撃飛行隊と VRM-30DET-FDNF 第30艦隊後方支援タニウム飛行隊前方展開海軍戦力分遣隊を在日アメリカ軍の山口県の岩国基地に配備する旨を公表した。
今回のこの公表が一部で大きな注目を集めているが、その理由はそれらの部隊に配備された機体にあり、 VFA-147 第147戦闘攻撃飛行隊は F-35 ライトニング2C 型 RM-30DET-FDNF 第30艦隊後方支援タニウム飛行隊前方展開海軍戦力分遣隊は CMV-22B オスプレイを運用している。F-35 ライトニング 2C 型は言わずと知れた、今や日本を含む西側諸国の標準の戦闘機となりつつある F-35 ライトニング2の一種で、航空母艦から運用する専用の機体であり、今後順次アメリカ海軍の航空母艦の飛行隊に導入されていく予定だ。日本の航空自衛隊では通常の滑走路を使用する F-35 ライトニング2の基本型とも言うべき A 型と、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型の導入を進めているが、もちろんカタパルトを装備した航空母艦は保有していないので、C 型の導入予定はない。したがって、VFA-147 第147戦闘攻撃飛行隊が岩国基地に配備されるということは、同時に日本国内でも初めて F-35 ライトニングに C 型が運用されることを意味し、これは日本に限らず、アメリカ本国以外では初の試みとなる。日本の航空自衛隊においては、現在の2024年時点では、F-35 ライトニング2の A 型を105機、B 型を42機調達することが確定しており、配備先は、現時点では、前者が青森の三沢基地、後者が宮崎の新田原基地となっている。今後は、F-35 ライトニング2の A 型の到達数の増加と並行して、石川県の小松基地にも配備することが濃厚とめされており、現在配置されている中部航空方面隊の第6航空団所属の第303飛行隊及び第306飛行隊の F-15J、DJ イーグルを全て置き換えるものと考えられる。ちなみに、在日アメリカ軍の場合は、現時点ではアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング2の B 型が山口県の岩国基地にすでに配備済みであり、ここに今回のアメリカ海軍の C 型も加わるほか、アメリカ空軍も青森の三沢基地へ A 型の配備を行う予定となっている。これまでのアメリカ空軍は、在日アメリカ軍には F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンを戦闘機としては配備していたのみで、一時的に沖縄に F-2 ニラプターを持ち込んでいたことを除けば、いわゆる第5世代戦闘機の常時配備は行われていなかった。現代の戦闘機は後付けの評価とは言うものの、世代が異なれば空戦において勝負にならないとまで言われているので、中国側が一応第5世代戦闘機と主張する J20 の配備数をすでに200機以上に拡張していることへの対応と言えるだろう。一方、 RM-30DET-FDNF 第30艦隊後方支援タニウム飛行隊前方展開海軍戦力分遣隊が運用する CMV-22B オスプレイは、2019年末に初飛行に成功した機体で、アメリカでは海兵隊と空軍、そして日本では陸上自衛隊が運用中のオスプレイの一種だ。 CMV-22B オスプレイはアメリカ海軍の航空母艦機となるため、他の既存の同機のシリーズに比して長大な洋上飛行を行うための通信機器と大型の燃料タンクを備え、これにより航続距離がおよそ 600km 増の 2200km にまで延伸されている。これに加えて CMV-22B オスプレイは他の航空母艦艦載機への空中給油を可能とすべく、外装方式のその用途専用の燃料タンクも装備しており、輸送能力としてF-35 ライトニング 2C 型の機関部を運ぶ機能も付与されている。アメリカ海軍では、現在、CMV-22B オスプレイを44機調達する計画であり、その貴重な機体が、今年2024年中に横須賀港に再配備されるジョージ・ワシントンの艦載機として運用されることを意味している。CMV-22B オスプレイは、ご存知のように、他の同機のシリーズと同様に、垂直離着陸が可能なティルトローター方式を採用した機体であるため、飛行場所や用途の柔軟性が向上するであろう点において、
大きな期待を集めている。